今回の動画ではこちらのアディクションですね。どうやら友達がねアディクションでリップとリップグロスを1本ずつね赤いやつを買ったらしくて、まあまだ使ってないのでレビューの動画に使ってもいいよって言ってねネタを提供してくれたので今回はちょっと紹介していきたいと思います。私はデパコスはもう デパコスに限らずね1000円2000円ぐらいまでのコスメしか基本的に買わないのでアディクションとかのコスメを触ったことがないんですけども、今回はねこちらのアディクションリップスティックシアーの001番とこちらがアディクションリップグロスピュア004番、こちらのね2本をレビューしてもいいということなので紹介していきたいと思います。ではまずこちらのリップスティックの方ですね、001番の方なんですけれども、私アディクションのコスメ自体ね買わないから見ることもないんですよ、デパートに行っても。なんで見たこともあんまりなかったんですけども、まあ、パッケージめっちゃかっこいいですね。このアディクションって書いてある真っ黒ツヤのあるケース、でもこれちょっと指紋が目立つけんあれやけど、で裏に品番とか書いて、箱にもねもちろん品番とか書いてるんですけど、でこちらの方がこんな赤です。結構ね濃い赤に見えるんですけど、意外にね塗ってみるとこんな感じでね口紅って感じじゃなくてリップクリームと口紅の間ぐらいの感じで、色も濃すぎず薄すぎずですし真っ赤じゃないんで赤リップに挑戦したいけど、ちょっと赤は怖いっていう人にも全然使えると思います。で結構ねこのしっとりした感じがあるので、なんていうの、保湿はかなりされると思います。多分ねこのねツヤ感やったら乾いたりとか乾燥とかはなかなかしにくいと思うので、普段ね私とかでもそうなんですけど普通の口紅を塗ると結構唇乾燥してくるんですよ。で結局口が痛くなったりして使わなくなったりするリップもたくさんありますし、リップクリームを塗ってから塗るんで色ののりが悪かったりしたりすることも多いんですけども、これぐらいね保湿成分が入ってそうな口紅やったら多分口に塗ってもねしっかりと保湿してくれて乾燥を防げるような気がします。これは思ったよりです。このぐらいの赤やったら赤が苦手な私でも使えそうな気がします。でこちらのリップが税込み3024円ですね。3024円やってチフレのリップが10本買える、そんな感じで、まあこれはねリップスティックで、でこちらがリップグロスですね。これもねまた赤なんですよ。友達赤が好きなので結構ね赤リップいつもつけてるんですけど、でこちらがもうこれもねまたさっきのリップみたいな感じで結構ねクリアで透明感のあるリップグロス、こんな感じで中が見えてます。でこちらがピュア004番ですね。こちらのリップグロスの方はよいしょ、こんな感じでねチップタイプになっていて、このチップを見てもねもうあまり濃くなくて結構薄づきな透明感のあるやつなんだろうなっていうか分かると思うんですけど、真っ赤なやつだとねもうこれ自体が赤く染まってると思うん でこちらを塗ってみるとこんな感じで薄ピンクっぽい、あんまりね真っ赤って感じじゃなくて、まあ友達はねこの買ったリップの方にこう重ねて使うつもりみたいなんですけど、それもねまたこう2つのね色の微妙の違いが重なって綺麗に使えるかなって思います。こんな感じなんですけど、このリップグロスがこうしっかりとねしっとりして保湿はしてくれるんですけど、あんまりペタペタしてなくてサラッとした触り心地なんで、こうグロスのベタベタ感が苦手な人とかもこれやったら結構サラッとしてるから使い勝手はいいんじゃないかなって思います。私もねあんまりベタベタしたリップが好きじゃなくて、普段はねもうリップクリームと口紅だけで仕上げたりとか、どうしてもの時はこのロレアルのユイルカレスを使ったりとか、これすごいサラサラしてるんですよね。このサラサラ感が好きでペトペトしてない感じなんですけど、それみたいな感じで結構サラッとつけれるので、こう口と口の間で喋るときに糸引いたりとかそういうこともないと思いますし、こうダマになったりもね、ダマ？ムラか、ムラになったりもしにくいと思うのですごいいいと思います。
まあ、今回ね友達のやつなんで実際に口に塗ったりはしないんですけど、私も口ちょっと今荒れてて赤くなってるんでなんですけども、デパートコスメ触るの初めてなんですけど結構いいですね。色が綺麗です。普通ねこういうタイプのあのなんて言うんだろう、保湿系の赤のリップって私的に結構ねなんか変なムラになったりとかするイメージがあったんですけど、やっぱ3000円もするとね全然違いますね。ムラにもならんし綺麗し、多分この手の甲見てもらったら分かるんですけど、この手の甲のシワも綺麗に隠してくれるんで、唇のね縦シワとかが目立つっていう人も結構あのそういうのをね隠してくれるんじゃないかなと思います。それで言い忘れたんですけども、こちらのアディクションリップグロスピュアの004番の方は税込み2700円ですね。どちらもね使い勝手が良さそうな色やし、こう使い心地もねすごい良さそうやなって思いました。はい、そんな感じで今回の動画ではこちらのアディクションのねリップスティックとリップグロスの赤色ですねを2本紹介させていただきました。はい、そんな感じでこの動画が面白かったと思ってくださった方はぜひグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今回の動画をご視聴いただきましてありがとうございました。